はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、そしておやすみなさい。ベスト美咲です。まあ今回ですね、またちょっとあのトイレの方でちょっとまたやつが悪さしておりますので、今回ちょっとまた新たな試みをですねしてみたいと思います。はい、それは何かと言いますと、こちらです。じゃじゃん、これ分かりますよね。これまあこれはあのダイソンですね。はい、ダイソンの掃除機です。はい、もうほんと世界の有名なもうね、あの吸引力のダイソンと呼ばれてるあのかの有名な掃除機です。はい、今回ですね、このちょっとこのダイソンで果たして令和吸えるのかということをちょっと実験したいと思いまして、ちょっと今回またちょっと新たな試みをねしたいと思います。はい、まあね、この世界のこの吸引力のダイソンだったらね、その霊も吸えるだろうということで、ちょっとね今回やってみようかなと思いました。はい、では参りましょう。はい、てなわけで参りました。じゃあね、早速こいつの威力をね、もう世界の吸引力のダイソンですから、まあこいつだったらもう確実に1コロだろうと、1コロにねできるだろうということで参ります。はい、じゃあちょっとこいつの威力をね試す時が来ました。ということで参りますよ。どうだ、端っこまで前、逃がさんぞ、お前。逃がさんぞ、ほら、どうだ、この威力。世界のダイソンなめんじゃねえぞ、吸引力のダイソンだぞ、こら。吸引力のダイソンだ、こら。どうだ、こら。はい、ということで、吸えたでしょう。ちょっと見てみましょうかね。はい、ということで、見てみます。ということで、ベスト、美咲です。はい、ただいま戻ってまいりました。で、先ほどこのダイソンで吸ったものをちょっと見てみましょう。まあこんな感じですね。はい、なんだかよくわかんないもの入ってますね。髪の毛だか、なんか変なカスみたいのが、はい、いろいろ取れましたね。この髪の毛はやつのものなんでしょうかね。吸えたのかな、これ。ちょっとよくまあわからないんですけど、はい、こんな感じですね。どうなんだろう、これ吸えたのかな。まあ、髪の毛が吸えてるんで、もしかしたら効果あったのかもしれないですけど、ちょっと何とも言えないです。はい。そうですね。まあちょっと世界のダイソンをもってしても、ちょっと今回の検証はちょっと謎だったということで、はい、今回はこの辺で締めさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。